徳島にカムーン。バズバズ。皆さんこんにちは、果樹園の吉岡です。今日は徳島県にやってきました。今徳島県庁の玄関前にいます。徳島県といえばすだちですよね。そして私の隣にいるのは、そんな徳島県のマスコットキャラクター、すだちくんです。すだちくん、今日はよろしくお願いします。徳島県の飯泉知事の会いに来ました。はじめまして、果樹園の吉岡と申します。はじめまして、徳島県知事の飯泉かもんです。本当にようこそ徳島にお越しいただきました。心から歓迎申し上げたいと思います。私はすだちマスターになりたいと思っているんですが、すだちマスターになるにはどうしたらいいですか？いやー、なかなかね、お目が高いですね。徳島に来てすだちマスターにということでね、これだけモチベーション高い吉岡さんですので、とっておきの情報お知らせをしたいと思います。実はすだちに詳しいすだち博士っていうのは実は徳島にはいるんです。ぜひそのもとで修行を積んでいただいて、そして見事すだちマスターマスターしていただきたいと思います。ありがとうございます。それではこの修行着来ていただいて頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、期待します。はい、頑張ります。はい、会議室に移動してきました。こちらにすだちについて教えてくださる方がいらっしゃるとのことですが、二角形三角形でやっぱりすだちはやめられぬ。あやっとさあ、あやっとやっと、そう。はじめまして。はじめまして。農業大学で教授をしております徳永、いや通称すだち博士です。長年すだちの品種育成とか、普及とか、生産振興とか長いことずっとすだちに携わってきたので、すだちに対する愛は人一倍あります。ありがとうございます。すだち博士さん、本日よろしくお願いします。はい、先ほどの登場って何なんですか？すだちといえば徳島、徳島といえば阿波踊りということでコラボさせてみました。おお。今日はすだちマスターになるために来たとのことですが、吉岡さんはすだちといえばどんなイメージを持たれてますか？そうですね、すだちを絞ると本当に爽やかな香りがしますし、暑い夏にぴったりなイメージです。そういえば徳島のすだちって一年中食べられるんですか？はい、すだちは一年中出荷されていますが、ちょうど8月、今ですね、今頃が、露地栽培の最盛期になります。で、8月から9月にかけて露地栽培、10月から3月にかけて貯蔵用で、3月から7月にかけてハウスすだちが出荷されます。で、こういう青い緑色の状態で一年中出荷できる周年供給体制っていうのが整っていて、一年中、食卓にお届けすることができてます。で、ちなみに徳島生まれのすだちなんですけど、生産量全国シェア約 98% で、流通しているすだちのほとんど徳島県産と思っていただいていいんじゃないかなと思います。爽やかな酸味と清々しい香りが特徴のすだちは、さまざまな形で料理を引き立てて、すべての料理をこうワンランク上のに導くような名脇役として、もう徳島県民にはなくてはならない存在になってます。で、またビタミン類やカリウム、クエン酸等も含んでおり、これらの成分は、疲労回復や食欲増進などを助ける働きがあるとされています。奥が深いですね。すだちのことをもっと知りたくなりました。今回は果樹の吉岡さんに果樹マスター引いてはすだちマスターになってもらいたいと思います。まず吉岡さんに挑戦してもらいたいんですが、すだちはいつもどのように切ってますか？じゃあちょっと一回すだちを私切ってみます、はい、多分合ってると思うんですけど、こんな感じに縦に切っていくのかなって思ってます。じゃあ吉岡さん、それ正解かどうかまず絞ってみてください。分かると、はい、ほとんど果汁が出ないと思います。そうです。なんか正しい切り方とかってありますか？はい、もう徳島県民の常識なんですけど、はい、この果実の
太陽あの赤道面、はい、横の面をこういう風に切ります。だからこういう風に、房が全部切れるので、はい、果汁がいっぱい出ます。お、全然違いますね。すだち切り方は分かったんですけど、なんか実際どうやって使ったらいいかよく分からないんですよね。じゃあそんな吉岡さんに今回特別に徳島県一押しのすだちの使い方を3つ教えしたいと思います。おお、ここにしらすの冷ややっこがあるんですけど、これどうやって使っていくんですか？まずまあ定番中の定番なんですけど、はい、徳島特産の釜揚げしらすが乗ってる冷ややっこ、これだけでも十分美味しいんですけど、これにすだちを絞るとさらに美味しくなります。おお、じゃあ今度は味噌汁とか、はい、これはスライスをして、こういう感じでスライスを入れると味噌汁もワンランクになります。あとまあこれ、焼酎やカクテルとかにも載せてもいいですし、あと全国的には冷やしうどんとか冷やしそばとか冷やしきしめとかにブームが来つつあります。じゃあおしゃれですよね、はい。じゃあ今度最後唐揚げなんですけど、どんな風にすだち使うんですか？まずは先ほどの定番と同じなんですけど、はい、塩にすだちを絞り込んで、この塩すだち、これ万能の肉にも魚にも合う調味料なんですけど、あとこの残りの皮をすりおろすことによって風味が一段と増します。すごい。その他徳島では、そうめんの、漬け汁にすだちの皮を、すりおろしたり、とビールにすだちを入れたりするやり方もやります。めちゃめちゃ美味しそうですね。はい、さてすだちの使い方を学んだところで、吉岡さんには阿波踊りのリズムに乗って全ての方法をマスターしていただきます。頑張ります。絞ってスライス吸って下ろして絞るすだちにスライスすだち、吸って下ろしてすかわにゃそんそん、はやっとさあ、はやっとやっと。すだち博士徳永さんのおかげですだちについて学びを深めることができました。すだちはどんな料理にも合うので、吉岡さんももっと徳島のすだちを食卓に取り入れていってくださいね。もちろん正しい使い方。はい、戻ってきました。今日はすだち博士にすだちの使い方だったり切り方をたくさん教えてもらったんですけれども、私は晴れてすだちマスターになれたでしょうか？うん、すだちくん何か。なるほど、吉岡さん、すだちくんが吉岡さんは大変熱心に修行を積まれた、このように今耳に伝えていただきましたので、吉岡さんをすだちマスターに認定をさせていただきます。おめでとうございます。ありがとうございます。今回吉岡さんがマスターとなっていただいたすだちをはじめ、徳島県鳴門わかめ、鳴門金時、そして地鶏ナンバーワン阿波踊りと、その品質も日本随一、さらには多くの品数、まさに関西の台所、日本の台所を任じる食の宝庫徳島でもあります。ぜひこの魅力を全国はもとより全世界の皆さん方にもぜひ PR 知っていただきたいと思います。あ、そうだ吉岡さん、はい、今日は8月の15日、はい、実は3年ぶりのリアル阿波踊り、阿波っ子が今日ほど燃え上がる日がない、そのフィナーレの日にお越しをいただいてますので、はい、ぜひ阿波踊り体感をしていただいて、丸ごと徳島マスターになっていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ぜひこれからも徳島にカムーン。お待ちしております。